ちょっとつながってきたとは思いますけど、続けないと上にはいけない。それが全てだと思います。開幕からしばらくは低空飛行が続いたものの、ようやくエンジンがかかり出したバファローズ打線。つなぎの打線が本領を発揮し始めただけに、ここから一気に快進撃を見せてほしいですよね。そんな打線において渋すぎる働きを見せているのが、今季プロ10年目を迎える西野選手。特に4月18日の楽天戦では、チームに激震が走る中で抜群の輝きを放ってくれました。中川選手の故障離脱が報じられると、森選手も不振で2試合連続のベンチスタートとなったこの日の試合。試合前には少し重苦しい雰囲気が漂っていましたが、西野選手のバットがチームに勢いをもたらしてくれました。2番セカンドでスタメン出場すると、3回に先制点を呼び込むタイムリー内野安打、5回にもレフト前にタイムリーを放つと、この一打を境に一気に打線がつながりました。西野選手も今季初の猛打賞をマークし、チームは3カード連続の勝ち越し。試合を見守ったファンからも、西野に回ったら何かをしてくれそうな雰囲気がする、福田と西野のコンビが好きすぎる、西野選手の働きは最高です、という称賛の声が次々に寄せられました。さらに開幕から好調をキープする西野選手に対して、元チームメートの坂口智隆氏もコメント。坂口氏は西野選手の活躍について次のように話しています。西野選手は僕も一緒にやったことがある選手、これくらい打っても不思議じゃないくらい能力がある。粘れる時は粘れますし、仕掛ける時にはどんどん積極的にいける。本当に打撃能力が高い選手だなと思います。ずっと出れば3割はクリアできる選手だと思っている。本領を発揮してきたなという感じですね。このように称賛の声が相次ぐ西野選手ですが、本人の口から出てきたのは今季にかける覚悟。ここ数年は全然レギュラーじゃなかった。今使ってもらってる時に必死でやっているだけ。食らいついていかないといけない立場ですから、調子がいい悪いに関係なく1打席に集中してやっていくしかない、と結果を残しても決しておごる様子は見せませんでした。2年連続で43試合の出場にとどまっている西野選手にとって、プロ10年目の今季は毎日が選手生命をかけた戦い。開幕から低調だった打線を支える姿を見ても、その気持ちがひしひしと伝わってきますよね。そんな西野選手のプロ人生を振り返ると、まさに苦労人。プロ入り後すぐにまばゆいばかりの輝きを放ったものの、その後は長く暗いトンネルに迷い込んでしまいました。よみがえった仕事人。2014年のドラフト7位でオリックスに入団した西野選手。入団会見で、全力プレーと状況に応じたバッティングには自信がありますと力強く語ると、キャンプから周囲の目を釘付けにしました。視察に訪れた侍ジャパンの小久保監督は、ルーキーの西野はいい選手やね、体は大きくないけどバットが出る角度にセンスを感じる、とダイヤの原石を大絶賛。森脇監督からも、いいものを持っていると聞いていたけど私の想像をはるかに超えていると評価され、いきなり開幕1軍に抜擢されました。ファンとしては忘れたい過去ですが、当時のオリックスは優勝候補筆頭と言われるほどの大型補強を敢行。ところが開幕後すぐに待ち受けていたのは絶望の日々でした。春先から主力選手に故障が相次ぎ、5月31日には早くも自力優勝が消滅。去年の2位は夢だったのかと落胆する中、数少ない希望になってくれたのが西野選手でした。初開催の織姫デーでお立ち台に上がると、甘いマスクの西野選手は一躍シンデレラボーイに。4月下旬からはレギュラーをつかみ取り、5月には月間打率3割4分4厘と右に左にヒットを連発しました。骨折の影響で57試合の出場にとどまったものの、一時は新人王最有力と言われるほどの活躍を見せた西野選手。来年は出塁率4割を目指したいと進化を約束すると、2年目の2016年には完全にレギュラーに定着しました。出塁率こそ目標に届きませんでしたが、全試合出場を果たし、リーグトップとなる7本の3塁打をマーク。福良監督も高く評価し、2017年のレギュラーが決まっているのは T と足立と西野だけ、そのあたりが若手を引っ張っていければチームは変わると3年目にして早くもチームの核として期待されました。オフには尊敬する平野選手がつけていた背番号5を継承し、応援歌も同じ曲を使用することが決定。ひるまぬ精神と失わぬ気力でチームリーダーになってくれるかと思いきや、翌年から西野選手はもがき苦しみました。2017年は春先から打撃不振に陥り、夏場には2軍落ちを経験。その後も度重なる怪我で不本意なシーズンを過ごすと、
2021年はプロ入り後最少となる18試合の出場にとどまりました。これには西野選手も、チームは優勝したけど自分はほとんど何もできなかった、本当に力になれなかったシーズンだったと悔しさをにじませるコメント。その後も若手が次々に台頭したことで西野選手の存在感は年々薄くなっていきました。しかしその時に調子がいい選手を見極めてパッチワークのように組み合わせていくのが中嶋監督流の起用法。2022年もシーズンの大半を2軍で過ごしましたが、決して腐ることなくその時を待ちました。するとシーズンが佳境を迎えた8月に西野選手は新境地を開拓。その新境地とは代打の切り札でした。一球ごとにバットの握りを変えながら懸命に食らいつく姿はまさに必死のパッチ。バットを長く持つのと短く持つのとでは変わってくる。例えばファウルにできるし、コンタクトを意識すれば打球も飛ばせる。代打で意識しているのはとにかく出塁すること。ヒットが一番いいけど、フォアボールでも何でもいいんですと1打席に全ての神経を研ぎ澄ませました。層の薄さが気になった野手陣の中で西野選手の勝負強さは異次元。なんと代打で13打数6安打と打ちまくり、リーグ連覇と日本一に大きく貢献してくれました。2023年は6年ぶりの開幕スタメンをつかんだものの、シーズン打率は1割台。それでも日本シリーズ第2戦でチーム初打点を叩き出した時には、初戦で負けていたので最初の点が本当に欲しかった、それでどんどん動いていけたので西野のヒットは大きかったと思いますと中嶋監督もベテランの一打を大絶賛しました。スタメンから代打の切り札まで何でもこなせる西野選手はリーグ4連覇と日本一を奪回する上で不可欠な存在。今季も2年連続で開幕スタメンに名を連ねると、いぶし銀の働きでチームにいい流れを引き寄せてくれています。それでも西野選手が狙うのはあくまで年間を通して活躍すること。開幕スタメンをつかみながら不本意な成績に終わった昨年を振り返り、西野選手は次のように話しています。昨年痛感したのは開幕スタメンが全てではないということです。いい選手がたくさんいますから、開幕戦に出られたとか今試合に出ているからではない。年間を通して考えたらまだ始まったばかり、やっとスタートラインに立てたというだけなので全く気が抜けないし必死なんです。僕に求められているのはホームランではない、脇役的な存在としてチームに貢献しなくてはいけないと思っています。自分の役割は変わらないし、そういうところを球団も求めていると思う。そこはブレずにやっていきたい。このようにフォアザチームに徹してくれている西野選手ですが、かつては毎打席会心の一打を求める完璧主義者だったといいます。そんな西野選手の野球観はなぜ変わったのでしょうか。どうやらとある人物からの一言が西野選手を大きく変貌させたようです。授けられた金言、自分の役割を果たせばチームがいい流れになると思う。目の前の結果に一喜一憂することなく与えられた役割を全うしてくれている西野選手。中でも特筆すべきは打席での粘り強さではないでしょうか。4月16日時点で相手投手に計200球を投げさせると、なんとそのうち97球が2ストライクになってからのもの。西野選手もいやらしいバッターになりたい、簡単に打ち取られずファウルにしたりするのは練習でもしていた、簡単なことではありませんが今はそれができる打席が多いと思う、毎日必死ですよと手応えを口にしています。そんな西野選手を作り上げたのは、初めて怪我以外で2軍落ちを経験した2017年、当時の田口二軍監督の言葉を受けて西野選手の野球観は大きく変貌したようです。2017年の西野選手はレギュラーとしてスタートしたものの、攻守に精彩を欠いて夏場には2軍落ちを経験。全てにおいて完璧を求めるため試行錯誤を重ねるうちに泥沼にはまってしまったようです。しかし約半月後に1軍に復帰した西野選手の表情はどこか晴れやか、その裏側には田口二軍監督からのアドバイスがあったようです。西野という選手は全部の打席でヒットを打ちたいタイプなんです。でもそれだと苦しくなる、僕の考えとしては1日1善でいいんですよ、それを伝えました。例えばヒット1本打ちました、フォアボール1個取りましたで十分なんです。それもダメな場合は守備で1個いいところがあったら OK、 それでたまたま打てる選手が2本3本打つ、それが9人合わさっていけば点になっていくし勝ちにつながっていく。だけど西野は自分をどんどん苦しめているからもったいない。確かに苦しいですよ、プロの世界で自分一人の体だけでやっていくわけだから。でもその苦しみは楽しみに変えていかないともったいない、その苦しみを楽しめと。
せっかく好きな野球が仕事になってやっているわけだから。田口氏も現役時代は完璧主義者だったといい、中西太氏から植え付けられたのが一日一善という考え方。田口氏から金言を授かった西野選手は次のように話しています。田口さんにはもっと楽しめ、自分で自分を追い詰めるなと言われました。ちょっとした一言ですけど救われました。ありがたかったですね。悪い方ばかりに考えず、ポジティブに考えれば楽しくなるとすごく学べました。結果が出ればもっと楽しくなる。一時はチームの顔としての方を進めながらも、2017年を境に出場機会が減少していった西野選手。近年は代打の切り札としての役割が多くなりましたが、とにかくヒットのランプがつけばどんな当たりでもいい。僕はもうメインの選手じゃない。脇役という立場なので泥臭くやるだけですと、一日一善の考え方が仕事人を支えているようです。2024年4月2日の西武戦で全打席出塁した際も、後ろにいい打者がいるということを考えたらヒットだけじゃないという思いはある。塁に出たら流れが変わる、それも自分の役割かなと思っているとコメント。対戦が一回りしても3割以上の打率をキープし、低調だった打線をしっかりと支えてくれました。このようにベテランらしくしっかりと足元を見つめ、開幕から存在感を示してくれている西野選手。スタメンで起用される機会が増えている西野選手はどのような成績を残してくれるのでしょうか。随所にいぶし銀の働きを見せ、リーグ4連覇と日本一奪回のキーマンになってほしいですね。あなたは今季の西野選手がどんな成績を残してくれると思いますか。西野選手へのエールとともに、あなたの思いをコメント欄で教えてください。本チャンネルでは野球に関するあんなことやこんなことを考察していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。